5月20日のところは、私は誰かを探求して内に深く潜行し、まあマハルシはいつでも内にって言いますでしょ。セルフとしてとどまりなさい。まあとどまりなさいって言ってもそこまでいかないわけです。皆さんが体から心に目を向けようとするなら、何に着目、まあダーラナ獲得うまくいかない人は何に着目したらいいかっていうのは、出てくる考えごとに気づくっていうことですね。心って言われても分かんないから、考えごとをしたら、なるほどこれは心の働きとしての考えごとであると心を確認することはできるでしょ。で、出てくる、どこから出てくるんだろう。あそこにも書いてありましたかね、Whence って書いてあるね。うん。どこからね。Whence。Where from っていう意味ですね。From where。どこから、ね。出てくるからにはどこかで発生してるわけですね。必ず。ガスなら腸内に溜まったガスで腸内にあるってわかりますね。つむじあたりにあるのがおならとして出たんですよって、そんなことないでしょ。セミが僕にションベンを引っ掛けるっていうことは、セミの体内のどこかにおしっこが溜まってるわけです。おしっこじゃないですけどもね。敵らしきものが近づいたら水をかけて驚かせて、その間に逃げようっていうセミの働きなんですけどもね。まあ、僕らはセミのおしっことかセミのションベンとして、ね、小さい頃から親たちにそう教えられてるから、そのように何かが出るということは、それが保存されている場所があるわけですね。ですから考え事が出るということは、それが記憶のよみがえりならば、記憶が保存されている場所があるということですね。ですからその奥にセルフがあるってマハルシたちが教えてるんだから、その保存されている記憶群ね、いろんな記憶群、それをかき分けていかなきゃいけないですね。僕が杉菜の根っこを掘り上げると思ったら、表面ね、ちぎったってダメでしょ。だからスコップで30センチあるいはそれ以上ほっくり返して、根っこを土からこうほぐす作業をしてるわけですね。見つければほぐせるでしょ。見つかんなかったらほぐせないでしょ。ですから杉菜の葉っぱが考え事に当たります。皆さんの根っこの方が記憶に当たると思ってください。ただ葉っぱがあるあたりを、で葉っぱがこの辺にあるのにね、あっちの方掘ったってその根っこないでしょ。あるところを深く潜っていくわけでしょ、周辺を。だから考え事の周辺に意識を潜らせていく。そこまでもなかなかできないので、とにかくは上に出てきたの狩る作業をしなさいって最初教えるわけです。とともにね、聖者方の教えを語録として呼んで、まあ、作物のために種をまいていきなさいとも教えるでしょ、聖者方はマスターたちはね。ですから種まきと、あと草刈りね、とりあえずはまあしつこいのは掘り上げるより他ないんですよね。どっちもしなきゃないんですね。種まきと 草刈り、あるいは土寄せね、世話のね、作物の世話としての土寄せ。畑とまるっきり一緒ですよね、そうっていうのは。種まきは聖典読受してね、正しい教えを受容して記憶に貯めていくとね、そうすると皆さんの畑でもそうですが、作物の根とね、杉菜などの草の根は地下、土の中ではこう勢力争いをしているわけです。ですから杉菜、チガヤ、ヨモギとかそういうのの強烈なね、根に負けた作物はちょっとしか根張れないので大きくならないわけです。十分に根張っていくものは上の方で茎葉を茂らせることができるから、花を咲かせて実をならせたり芋を肥大させたりするでしょ。ですから実験に相当するね、杉菜とかチガヤとかいろいろな雑草の根が、実験が少なければ少ないほど
聖剣型のマスター型の知恵の言葉は根を張りやすいということですね。まあ肥沃な土壌では作物が生育しやすいっていうことです。まあ修行を始めた頃っていうのはそうじゃないでしょ。日常生活何十年もやってきただけですから、ポトンと You are the self とかヨガは自分意識の発見と解消って言われても全然発芽しないわけね。10年も発芽しなかったでしょ、自分意識の発見と解消っていうのは。だから発芽すべくね、ここで深く先行しっていうのは記憶の実景をこうより分けていって、蘇ったら考え事として蘇ったら、考え事として蘇るっていうのは、例えば杉菜が上に葉を出してそれ茂らせておくと根も太っていくわけね。当然太陽の恵みでね、光合成して、そして根を太らせるでしょ草は。だから獲得しなかったら、噛んなかったら、あるいは土寄せしなかったなら、まあススキなんか放っといたらすごくなるでしょ。あとセイタカは泡立ちそうとかね。だから手ごわいものほどせっせと臭かったりなんだりしなきゃないわけね。要するにしつこい、あるいは自分が深く関わってこだわってきた記憶実験ね、出てきたら出てくるほど草刈り土寄せ、つまり手放ししなきゃないということですね。それが実在さとしての芝です。でそういうものが全部なくなったならっていうことで、それはなかなかなくなりそうもないでしょ、実景なんていうのはね。でもだん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 、まあどうなのかね、まあ僕の場合ね、自分のこと話すと、若い頃やっぱりスポーツとか好きでしたし、あと高校から大学の頃は中南米の音楽教習を深く呼び覚ますような音楽とか好きでしたし、あと詩とか、まあいろいろな小説とか読むのも好きでしたし、まあ、その時にそういうのやめろって言われてもやめれなかったけども、ずっとそういうことに熱中していって、ある時ふとそういうものすべてどうでもいいやって思ったわけ。ヨーガの瞑想と出会ってね、瞑想している静けさから見たら、ああいう小説の世界とかどうのこうのってもろもろの寛容のように思われてね、どうでもいいやって僕の場合は簡単に吹っ切れたんです。だから皆さんが愛憎を繰り返してきた執着の記録である実景、もうそうなってきてる部分があるかもしれないし、逆に強まってきているものがね、あるかもしれないし、あ、そういう意味では一番輪廻転生の一番のことは性欲ですんでね。ですからそちらのことで、さっきファザコンのことで注意したんです。皆さんの場合には離れていってるんじゃなく、どちらかというとその種を作ってまたそれを変形させて輪廻転生しようっていうふうに種が固まっていってますよって言ってるわけですね。僕は親から父親からも母親からも早く離れました、精神的にもね。家内なんか見てると皆さんと一緒でやっぱり父親を敬愛してますしね、皆さんみたいなファザコンじゃないんだけども、僕にも言わないけども心の奥底には父親への敬慕っていうものをずっと持ち続けてますかないも。でもやっぱりそれがね、輪廻転生の元になるんですね。それが変形してああいうタイプの人が好きとか、スポーツ選手でも俳優でもね、そういうのに出てくるわけですから、それは輪廻転生の元になるんです。強烈じゃなくてもそうなんです、ね。まあ皆さんは輪廻転生を望んでいるんでしょうから別に問題じゃないと思うんですけどね。下脱を目指してるなら問題だけども、輪廻転生を目指してるならそれがないと輪廻転生しないのでっていうことなんですけどね。問題は皆さんがヨーガに関わってるのでこうやって潜っていってね、
記憶の実況のしがらみの根っこを断ち切ってって、まあこういうことを説明せざるを得ないんですがね。教材としてはこうなんですね。シバ、マハルシにとってはセルフとね、シバは一緒ですので、シバ神のビジョンを繰り返し持つことを期待してはいけません。で、シバ神をね、偶像神化してこういう姿、イエス・キリスト、マリア様とか、あるいは釈尊ね、の写真とか像とか、そういうものをね、瞑想中にも繰り返し見たいんだって、そういうふうにね、現象にこだわってはいけないっていうことです。インドでも多いんです。クリシュナ神を見たいとかね、ラーマ神と出会いたいとかって多いんですよ、それはね。トンジャジーですらね、クリシュナ神のビジョンとも何十年も遊んできたという、遊んで実験を作って、マハルシに出会うまではその実験に支配されても動いてきたわけですからね。あなたが見る諸対象としてのシバ、諸対象とシバとの相違は何ですか？対象、対象とできるものは全て現象です。ですから対象から身を引く。皆さんは対象に対して愛憎を感じるわけでしょ。対象がないのに愛憎を毎日繰り返してますって、こんなことないですよ。必ず対象があるんです。ですからその対象から遠ざかることね、離却、離脱、分離。ここに対象があるでしょ、対象。対象ね。対象。で、それを見ている皆さんがいるわけです。自分ね。対象。これは客体とも言いますので、客体ね。自分、これは主体とも言いますね。客体と対象、主体というものがあるわけです。それで皆さんがこの対象、客体にね、感じるのは中立の感情を別にすれば愛着か憎悪です。その程度はどうあれね、愛憎。それらをまとめて執着というわけですね。執着。で、執着から離れることをヨガスータラです、スータラですとバイラギアって言ってますね。バイラギア。これは利欲とよく訳されます。で、まあ他にね、仏教用語としては、オンリ、遠く離れるね。それから離脚、離れるですから離脚、まあ、バイラギアは普通僕は利欲と訳してますが、仏教用語としてはその他にオンリ、遠く離れるとかね、離脚、離れて、却下の却ねとか離脱とかあれこれありますが、まあ、全部同じことですから、要するに毎日できる修行としてはね、体操とか呼吸法とかそういうことじゃなく、皆さんが愛憎を感じている対象、客体に触れたときに、このバイラーギアの特にそうですね、まあ、オンリが遠く離れるっていうのがいいんですけどもね、冷蔵庫に近づいていきそうになったら後自殺するとか、遠く離れるっていうのが実在感があっていいでしょ。この見ているものはですよ、皆さんですよ、自分主体が、ね、後自殺し、リトリートですよ、うん、リトリート。遠く離れていけばいいわけね、まあ、本当は心の問題なんですが、具体的には冷蔵庫に皆さんの愛憎のね、愛憎じゃない、愛着からね、憎はないでしょ、愛着のね、対象が圧迫するでしょ、あれやこれや。そしたらね、あんまり近づかない、近づくんなら頻度を下げる、ね、回数を少なくするとか、そうして遠く離れるっていうふうにやっていくと、前ほどにはね愛着しなくようになるわけなので、そう努力すれば、自助努力すればですよ。ところが普通の人はそういう努力とか何もしないで生きてるわけです。欲しかったら買う、例えば暑かったらね、クーラー買うでしょ、ビールを買う、アイスを買う、それで、まあ、繁盛するわけです。そういうのを製造している会社はね。暑かったら、その、避寒地に行くとかね。北海道に行くとかね。だから、
離脚あるいはオンリー意識の上でそうするんじゃなく、現象世界で別のものを、火があったら水をぶっかける、寒かったらあったかいものを食べたりすればいいって、その場しのぎをしてるだけですね。その場しのぎはね、実験の解消に何もならないんです。全然貢献しないんですね。だから皆さんがそういうことをする気があるかどうかっていうことで、問題はいつでも僕問題に思うのはね、僕はそうしたいんですが、そうして修行してきてるんですが、皆さんが果たして対象に対してね、愛着憎悪という執着からオンリーしたいのかどうかが意思決定なされてませんよって僕何度も言ってるわけね。だから意思決定してない限り、皆さんはヨガバー席に入会はしてないんですよ。関わってはきたけれどもね、入門はしてないんですよ。逆に拒否したり、ますますそれに家でこだわったりってしてるって、そういう節も見られるしね、何してんのかなと思うんですけどもね。いや本当に、まあ、その典型的な例が1989年にミタハーラ、まあ、ヨガの修行をする人は穀物、菜食、果物だけって言っても、ずっと長年みんな魚や肉や食べてきててって、要するに、全然受容しなくて、自分の生活をそのまま続けるだけの人たちの方が圧倒的に多いんですね。日本の、日本っていうか、ヨーロッパでもアメリカでもそうですが、ヨガの講習会とか宗教とかいうのはね、説法してる方も坊さんたちだって肉や魚食べてね、いろんな贈り物もらうの好きだし、牧師さんたちの教会建てまくるのが好きだしね、どうしていろんなことを説明できるあのウェダンタの学者とか、まあキリスト教でいうと牧師さんとか仏教でいうと坊さんとかね、はご開祖様たちの教えを見事にいつでも説明するのに、どうして下脱したとは言えないのですかって聞くでしょ、いう質問があるんですね。とそこに出てくるマスターが、ちょうどマハルシみたいなんだね、話し方がねマハルシよりもちろん昔の人ですけどね。いや、彼らは知識を説明してるだけで、自分では何も実践してないんだって、そういうことです。だってお寺の坊さんとか教会の牧師さんたちとかね、例えば教会の牧師さんたちとかイエス・キリストのようにね、砂漠に行ってね、40日間断食と祈りの修行した人いますかって言ったら、どこにもいないでしょ、そんな人。試験かなんか受けて、牧師さんになっただけでしょ。日本の坊さんたちだってそうでしょ。6年間ね、ごま一粒ずつみたいなのを食べて、シッダルタみたいな苦行をしたかって言ったら、そんな人どこにもいないでしょ。まあ、ヨガの方は日本には伝統はありませんのでね。だから、昨日言いました、孟子首相の主、ミリディアーサがね、実践するっていうところまでいかないっていうことですね。だから皆さんも実験を解消しようと、例えばお父さんが好きとか敬愛してますとか、そういうのを猫にかつおうしね、と一緒で、本気でやめようと思えるかっていうと、皆さん思えないんじゃないかと思うんですね。そういうレベルではね、修行にはならないっていうことです。ああいうマハラシのあそこに書き出したね。そんな修行になるわけがないっていうことですね。Without uttering the word are, 私という言葉を発することなく、to quest with the mind turned inwards、 心を内に向けて探求すること。As to whence the eye arises、 この私という思いがどこから出てくるのかということをね、ただひたすら探求すること、それだけがセルフノウリッチ、自己の正体を確知するための知恵に導かれる修行法である、探求という修行法であるということが、皆さんに果たして何の関係があるのかなって思うんですけども、ね、だからそこまでいかないなら、こういう修行して、高校って何度も言ってきたし、教材もたくさん作ったでしょ、ヨガフだから、私はこれをやってるんだっていうふうにね決めて、周りの人にも僕にも見えるような形で修行してれば、
一ヶ月ごとに進歩するはずですよ。停滞したまんまっていうのは、自分に見合ったレベルの修行を選んで修行してないっていうことなんですよね。だって皆さん毎月来て、先月より僕だいぶ掘り進めていって半ばまで行ってるでしょ。毎日やってたらね、一ヶ月後には随分違ってるんですよ。だから変化がないっていうか、むさ苦しいっていうのは何もしてないっていうことですね。放っておくからむさ苦しくなるわけでしょ。それでは、意味がないっていうことですね。から対象と見るもの、主体との相違は何ですか。芝は主体と客体の両方であり、要するに主客と分かれる以前のもの、主客身分のセルフ、まあ、前週では主客身分の自己って言いますが、ここはマハルシノですから主客身分のセルフ、ね、分かれていないものから分かれるんです。なぜかあーって自分意識を出すから自他と分かれるっていうんです。ですから自分意識を出さなければ分かれないっていうことです。寝ている時には自分意識も寝てて分かれてないんです。目覚めとともにひょいっと出てくるんです。解消されてないから、マハルシの場合には解消されているので、寝てようが起きようが主客身分のセルフしかないんですね。あなたは芝なしには存在できません。芝は全部セルフと思ってください。全体生命なしには存在できません。なぜなら芝は常に今ここを実在しているから。細胞の一つ一つを自分だと思っているね、人間、ジーバ、個的生命はいつでも体全体と共にあるわけでしょ。体を離れて細胞の一つが生きているなんて、そんなバカなことはない。今ここ実在しているから、それを別にして何者も存在できないのです。体全体を離れてどんな細胞も生きることはできないということです。生きるっていうより存在することはできないということです。あなたが芝を悟っていないと考えるなら間違っています。細胞の一つ一つが私は体というものを知らないというなら、何たるぬちかって、まあ、言ってるわけです。あなたは全体なんですよ、体なんですよ、細胞のね、和歌山県日田君、南川村徳造ね、何番地の何っていうことじゃないんですよっていうことですね。でもみんなはそう思ってるわけです。皆さんも自分の住所とか電話番号とか自分の体をリンクさせて、私はこうって思ってるわけでしょ。そのような意識で生きてると思いますけど。でも体はね、そういう番地は知らないんです。セルフは番地を知らないんですよ。人間だけが作ったんだから。アリやナメクジもうちの番地知らないんですよ。知らなくてその辺で生きてるんですよ。クロアリたくさんいるでしょ。番地がなかったら困るっていうのは人間だけの話でね。アリが、この辺特造って言うんですがね、293番地の3の渡辺拓で、まあ食べていこうやって番地を考えて生きてるんじゃないんだからね。番地なんかなくても餌があればそれでいいわけですからね。分別なんかなくても動物は生きていけるんですよ。人間だけですよ、形にね、ルーパに名前というラベルをつけないと生きていけないのがね。メールでもね、メールアドレス持ってないとつかないでしょ。とにかく発信しようって送ってって戻ってくるわけですからね。そういうシステムを作るのが人間、マン、人類というものなんですね。そのように考えることが芝を悟るための障害です。私はセルフではないと考えるなら、それがセルフを隠しするための障害ですって言ってるんです。だから私はセルフなんだ、それを間違って私は何の誰それの男女って思ってるんだって、そう
いつでも毎日ね、そう思いなさいっていうことです。私はセルフなんだ。だから You are the self って皆さんポスター持ってるでしょ。自分のことに照らし合わせて言うならば I'm the self です。あるいは The とって I'm self です。The はあってもなくてもどっちでもいいです。インド人もどっちでも表現です。サードオームは定冠詞をつけるのを嫌ってセルフって言ってますね。普通の英語では The self って言ってます。どちらでも結構です。だから I'm the self、あるいは I'm self。で、毎日毎日思って私が男だとか女だとかね、何の大それというこの体だとか思っているのは全て間違いだって、毎日間違っていることを思い出しなさいということです。思い出さないでしょ。毎日私は正しいと思ってきてるでしょそうすれば悟れるのです。毎日私はセルフである、私はセルフであるっていう意識をね、植え付けていったらいいっていうことです。雑草しかないんだから、毎日作物を育てる種をまいたらいい、毎日まいたらいい。とにかく毎日まいていったらいいっていうことです。そうすればいつか雑草畑じゃなく作物の畑になるのですよって言ってるのと一緒です。そうすればですよ。毎日掘っていったらね、まあ年内には僕全部5世近く4世ちょっと天地返しできるだろうって、まあ、年内はあっちまで行くつもりですって言ってますけれどもね、毎日やればそうなるんです。途中で暑くなってこんな暑い時そんなことやってやるかってやめてごらんなさい。1ヶ月も2ヶ月もやるの嫌になるから、1日でも休んだらね嫌になると思うんです僕はねばならないでやってんじゃなく、こうするんだっていう考えでやってて、やったところは次々作物植えて、次々収穫して食べて、実際にそれを食べて生きてますので、僕は料理の写真も、自分たちで作った、もらったのもありますけどね、もちろん家内が姉からもらってきた素材とかも多少入る場合もありますけれども、基本的にはうちで生産したものを料理して食べて、そして修行してこういう教材作って皆さんに解説して、そのように生きてるんだっていうごまかしのないところを皆さんにお見せしてるだけです。別に見せなくてもそうしてるんですけどね無肥料無農薬で天然の方やってなくて、あんまりできないから買ってきて食べてる人たちもいるだろうと思いますよ。それはね、安口さんなんかも圧倒的に買ってるでしょ。あるいは自分の会社の豆腐ばっかり食べてるでしょ豆腐で生きてるんですよなってね、うん、あれがなかったら食べるのないんですよなってね、まあ豆腐とお菓子美味しいでしょうから食べ過ぎないようにしてくださいその出所はどこかって全部尋ねていくってね、出所してれば安心なんだ。この畑で確かに化学肥料はやってないし、有機肥料もやってないし、うちのぼかししか扱ってないし、あと農薬は全然やってないしっていうことを知ってて、そういうのを食べて別にお医者さんにかからない、病気しない、これで間違いないんだと僕は自信を持ってやってるわけです。やりすぎれば足痛くなったり怪我する、それは当たり前、自然の法則に従ってね、それ以上無理すれば怪我するのは当たり前ですけどね。ラマナ・マハルシがシバという時、ほとんどはセルフと同義で使っています、ね、ここの一文見てください。実在サツとシバを同義で使ってるんです。で、普通シバっていうとね、そうじゃなくバラフマはヴィシュヌ・シバのシバですから、三面神って言います。三つの面を持った神ね、ブラフマは創造、ヴィシュヌ維持、シヴァ破壊ね。で、畑でシヴァの働きしてくれているのは丸虫、あるいは東北の方ではダンゴムシとか言ってたな、丸虫ね、ダンゴムシとかね。あと植物ではっていうより菌ではカビね、腐敗していくでしょ、葉っぱとか茎、うん、そう腐っていくものを丸虫食べに来るでしょ。丸虫は緑の葉っぱ食べに来ませんから、黄色く、まあ、黄ばんだやつね、食べに来るでしょ。そしてなおかつ落ち葉になって今度カビ生えてくるでしょ。でカビが生えるっていうことは分解してくれていって、芝の働きして土に戻して、そこからまた新しいもの出てくるので、畑にはね、ヴィシュヌもいればね、バラフナーもいればね、ヴィシュヌもいれば芝もいるんですよ。畑だけになって自然界がそういう原理で動いてるんです。
原理のことを言ってるんです。神様じゃなくね、原理のことを言ってるんです。ヴィシュヌ、ブラハマ・ヴィシュヌ・シヴァっていうのはね、それによって輪廻転生というこの現象世界、サンサーラと言いますが、まあ、繰り返されてるわけなんです。で、そのブラハマ・ヴィシュヌ・シヴァはどこから出てきたのかっていうと、そのサト、真実在ね、セルフです。ですからセルフのな現象界を表す時の原理を三つにまとめたのを、その三面神、ブラフマービシュのシバって言ってるんです。ところがマハリシが言っているシバはその三つの神様じゃなく、セルフの方を言ってるんです。マハリシにとってはシバっていうのがね、セルフの別称なんです。そこを勘違いしないように、ここの文章をきちんと読んだらわかると思いますね。それで解説の方にね、マハルシがシバというとき、ほとんどはセルフと同義で使っていますっていうことですね。そこわからない人たちがいてね、あの屋久島で生きてた山尾三世さんか、マハルシがシバっていうときには、そのかここにしかあの灰を白く塗ったシバ神のことを言ってるんでって、まるっきり全然違うこと言ってるのね。日本で一番有名な翻訳者はマハルシの翻訳者がそういうことを言ってるわけですから、ね、読んでもわからないんだろうね、それでね。わからないって、まあ、お亡くなりになったから、あんまりどこ言いたくありませんけど、ね、そういう勘違いしている人が日本の4階にはたくさんいるんですよ。マハルシのことを言ってることわかんないよね、なかなかね。芝って言ったら、ああ、あの神様って、そう思ってしまうんだね、刷り込みでね。でも、マハルシが言っている芝っていうのは、セルフのことです。あるいはサートのことです。こういう文章をきちんと読めばわかるはずなんだけども、わかんないかね。つまり、ブラフマンの三面神としての破壊神という限定付きの神様ではなく、ですから丸の死も破壊神様なんですよ。ブラフマンそのものを指しています。もちろん、ブラフマンっていうのはセルフ、あるいはサツと全く同義です。もちろん三面神としての破壊神に言及している場合もありますが、その場合であってもブラフマンイコールセルフとともにある三面神としての破壊神ということで、要するにセルフを離れたね、シヴァとか、セルフを離れたヴィシュヌとか、セルフを離れたブラフマとか、そういうものはないわけなんです。マハルシにとってより真理としてないわけなんです、そんなものは。で、分かれたものでないと神様として崇める気にならないので、バクティをする人はどれか神様を選んでガネーシャ神を選ぶとかね、カーリー神を選ぶとか、自分の好みのタイプに変形して拝んで涙を流して神様神様ってやるんです。まあ幼稚性なんですけどもね、人間の偶像を崇めるというのは幼稚性なんです。で、偶像が、はい、ね、安置されていると言われている場所を回る巡礼をするとかいうのも幼稚性なんですよ。だから商売繁盛するわけです。もう、観光客と一体になって、いろんなお札を買ってくれるし、ということで商売繁盛になる。ですから、セルフっていうのは商売の対象になり得ないものです。商売の対象になるんなら、それは真理ではないんですね。代理神ですね。神様すべてね。その三つの神様がさらに分かれて108の神様になってね、八百万の神になって800何本になって、もう世界中にはね、何百万も何千万も神様いるんだろうと思いますよ。日本にも何百もいるでしょ。蛇だって神様なんだしね、狐だって神様なんですね。神社、神を祀るところですからね。ラマナ・マハルシが主客二分のセルフを離れた説明をすることはない。マハルシの場合にはないです。他の人の場合にはあってもね。ラマナ・マハルシにとってのシヴァを間違って解説している人たちがいますので気をつけてくださいねっていうことです。まあ山尾三世さんとか、まあその他にもおられますけど。まあ、そういうのが活字になっているので、そちらを信じる人たちの方が多いもんですからね。で、そういうのを読んで疑問に思った人が僕にメールで質問してきたりするから、間違った翻訳とか間違った解説はね、
出すべきじゃないし、それぐらいの翻訳とか解説しかできないんなら自分の名前を冠して本を出すなんていうのは恥さらしだなと僕は思いますけどもね。まあやっぱり名前を出してね、著者として自分を売りたいっていう気持ちもあるし、出版社はそういうのを掴んで売ってね、ビジネスをしたいというインタービーイングの世界があるわけです。まあそういうののおかげでまたマハルシを知る人も出てきて、間違った人を99人正しく解釈できる人1人、あるいは999人が間違って1人が正しい解釈をして、またそういう中の1人が1000人集まって、その中の1人だけがニリディアーサナ、実際の実施をしてね、そのニリディアーサナをする人がまた1000人集まって、そこからやっと1人下脱すると、それぐらいの確率だってバガバドギータにそういうようなことが書いてあるんですね。まあそれだけの意味しかないっていうことで、出版とか講演とかなんとかをね。